どうも、ウェダックスです。えー、と、本日はですね、PS5 に SSD の追加の仕方を紹介したいんですけど、前回 SSD は速くても遅くてもそんなに起動速度が変わらないよっていう動画で紹介してますので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。で、PS5 に SSD の増設方法なんですが、まあ、内容的には簡単なんですけども、 簡単とは言い切れないのであの気をつけて作業しないとね PS5 に傷をつけたりしますはいでまず最初に準備なんですけど電源を切るこの電源の切り方なんですけど電源をあのーまあ、スリープ状態じゃなくてちゃんとしっかり電源をシャットダウンさせないといけないんですけどもシャットダウンさせた後も数分放置してくださいすぐコンセントを抜くと正常に終了されなかったって言いますんで結構 だからその辺気をつけてほしいのと、あとドライブですね。ドライブついてるやつが故障率個人的には高いかなと思っています。これはなぜかというとドライブがエラーを出すことがある。だからディスクが入っているなら確実に抜いといてください。このディスクが入っていることによってトラブルになることがあります。はい。それでは作業していきたいと思うんですけども、えっ、ー、と、こっち見るとね、プレイステーションの ロゴがあるじゃないですかこっちの方を押し,押して下げるとカバーって開くようになってるんですよで SSD をつけるのは逆カバーなんで逆カバーのここを引っ張って押し下げるんですが強引にやると傷が入りますだから気をつけてくださいここをちょっと引っ張るとねちょっとペコっと っていいいうラインががあるんですけどもこれが分かりにくいはい、だからなんとなくなんですけどここで2箇所引っ掛けてるだけなんですけどこの2箇所を持ち上げてあの手前に引いてもらうそれだけですはいそれだけなんですけどこれが結構最初ねね硬いんですよね このね、この2箇所ですね、この2箇所がここにこれが挟まってるだけなんですよ。あとはここでスライドしてカチャってはめるだけなんですよね。だから、ここをくぼみを上げてあげて引っ張ってやると簡単に取れるんですけど、多分ね、新品やとやっぱり硬いんですよね、なぜか。で、つけるのもちょっと押さえながら押したらつくんですけど、もう一回外す。 持ち上げといて手前に軽く引く、うん。でも、なかなか取れなかったら力入れすぎちゃうと本体に傷が入る。で、私はしょっぱなやってしまって、ここに傷が入ってます。押さえながら引っ張ったせいで、ここに傷が入ってしまった。はい。簡単そうで、実は簡単ではない、この蓋開けです。で、ここまでできたら、もう慣れてきたら、すぐ開けれるようになるんで、PS5 の掃除とかも、 しやすくなると思います。はい。じゃあ、あとはもうね、こうなんですけど、このままの状態が p レイス s ーション5にとって実は良くない方向なんですよ。なぜかというと、ドライブ、マルチドライブがこれじゃあ逆さまなんですよ。だから、この状態であのドライブにディスクが入ってるとエラーの原因になるんです。だから、ディスクを出しておく。はい。で、 PS5 の故障って私がネットで見る限り怒ってんのってこのドライブ付きのやつばっかりのような気がしてます。はい。まあだからドライブいらない人はね、本当にドライブいらないやつを購入した方がいいと思います。それではここですね。ここに M.2SSD を取り付けていきます。えっ、ー、と精密、精密ドライバーを用意しておいてください。精密ドライバー1本あれば作業はできます。 で、この蓋みたいなやつね、ちょっと持ち上げて引くって感じ、ここが爪になってるんで。で、えー、とここに M.2 を取り付けていくのですが、取り付けるためのネジが一番上に付いてるんですけど、この SSD って長さが合わないので、な、ま、ん、あ、やったら一度取り付けて、位置を確認する方がいいかもしれない。普通、80のとこです。はい。 じゃあ、80のとこに取り付けましょう。土台の高さを上げるためのスペーサーですね。が、一番上に取り付いてるんですね。これですね。これを、取ってきて、この80のとこに、持ってきてあげないといけないです。はい、で、まあ、80のとこに、ちゃんと持ってきてあげる。はい。これが重要ですね。で、M.2 を取り付けるわけです。 で、M.2 なんですけど、私あの、今回1万円、1テラ1万円の SSD を使ってますので、興味のある方はチェックしてください。で、ヒートシンクを取り付けました。このヒートシンクは、アマゾンで安くで売ってるんで、これもリンク貼っときますんで、チェックしてください。取り付け方はそんなに難しくないんですけど、えっ、ー、と、ヒートシンクは絶対つけた方がいいです。熱くなると、M.2 って性能が落ちちゃうので、 で特にね、早い SSD つける人はね、ヒートシンクつけてないと意味がない可能性があります。で、まあ、早いのをつけたところで正直、早くならなかったっていうのを前回紹介してるんで、ぜひチェックしてみてください。はい。で、えっ、ー、と、爪をちゃんと刺すと SSD が斜めになります。こうね、斜めになります。で、斜めになってないとちゃんとかめてないので、ちゃんと斜めで 押ささえてくださいほんなちょうど穴が開くと思います開くっていうか見えるはい穴がちゃんと見えなければあの甘くなってる可能性がありますので気をつけてください、はい、そしたらあとは先ほどのネジを上から止めます、はい、しっかり止められればこれで OK ですで先ほどのこれ蓋元に戻しておきますでもしあの不安 な時はこの状態でもね、動作確認はできます。ただし、動作確認するときは、ちゃんと立てるか、ドライブが下になる状態でやってください。はい。マルチドライブの方向によっては、ピピピといって PS5 がエラーを起こす場合があります。で、そのエラーが癖になっちゃってあの、二度と起動しなくなるということがあるみたいなんですよね。特にディスクが入ってたりすると。 これ,ねはい、これで取り付けは完了したわけです。まあ、これでふたを閉めるんですけど、開け閉めは先ほどやりましたので、このまま PS5 を一度動かしてみたいと思います。まず HDMI ですね。HDMI を挿しておいて、で、電源ですね。100V 電源を。 しますすはいこれで、OK、ですねそしたら、えー、っと画面、えー、っとねどうしようかな画面を切り替えとこうかこの状態で PS5 の電源を入れます、まあ、電源ボタンは下ですねドライブの横スイッチ入れますスイッチオン今ピーって言って今ここ青く光ってるでしょで えとこのまま起動せずにピピピと言ったらエラーなんでその時は電源を長押しして一度シャットダウンしてくださいはいそしたら M.2 の取り付けとかあとはマルチドライブのエラーであったりとかそういうのが発生している可能性がありますはいすいませんちょっと映像の切り替えが間違っていたのかはい出てきましたで白い やつになってます、ね、で、プレイステーション5のコントローラー押して、コントローラーを認識させます。で、M.2 が正常に認識されていれば、あれフォーマットになるはずなんですけどあ。あえっ、ー、とね、実は一度フォーマットかけちゃったので。 あのー、認識されちゃいましたね。一度認識させたんで。まあ、こんな感じで、特に問題なく認識されました。一応再フォーマットをしときましょう。再フォーマット。えと、ー、再起動して再フォーマット。で、えっと、フォーマットした時に、あの PS5 上でのその読み込みの速度っていうのが出てくるんですけど、それが早いか遅いかによって、あのー、 ゲームのね読み込み速度が変わってくるはずなんですね。で、ソニーの推奨は 5.5GB 以上、5500MB 以上なんですけども、これをちょっと今起動時にフォーマットかけて見てほしいんですけども、えっ、ー、と、フォーマットしますね。M.2SSD をフォーマットすると、この M.2SSD はそんなに速くないんですよ。3560なんですよ。 だから 5.5GB、5500MB には追いついてないんですよ。それでも問題ないです。はい。で、その問題ない証拠を、あの、また動画でこれからお見せしたいとは思うんですけども。で、まあゲームをこの追加した SSD に移したいじゃないですか。そういうときは設定から、えっ、ー、と、ストレージですね。 で、ゲームとアプリ。本体ストレージのゲームとアプリを選んでもらって、えー、っと、グランツーリースモ7、117ギガ。これを移動します。で、移動先は M.2SSD しかないので、こちらに移動されます。はい。M.2SSD ストレージに移動。で、これね、あのー、 SSD ストレージへのコピーは想像以上に早いです。残り70秒、74秒とかになってるんですけども、これ逆にね、M.2 に一度移動したものを本体に戻すのは数分かかるんですよ。それはなぜなのか正直わからないんですけど、で、えっ、ー、と、結果から先に言っておくと、本体ストレージより SSD の方が早いんですよ。で、先ほど、 フォーマット時にスピードが 4GB も出てなかったのになんで速いのかなっていう話なんですけど NVMe Gen 4という規格のものを使わないといけないんですけどもこの NVMe Gen 4っていう SSD はめちゃくちゃ速いんですよけどめちゃくちゃ速いからこそハードウェアの方がその速度についてこれてないことの方が多いんですねソフトウェアも だからグランツーリスモの作りや今後出てくるゲームの作りでハードウェアのファームの更新によって改善される可能性はあるんですけども今のところその5.5ギガ以上のスピードがなくても十分に SSD でのゲームプレイは快適というか早いですそれはもう実際に2つの速い SSD と今回使っている遅い SSD とで速度は試してみたのでそれは間違いなく 一緒でした。はい。一緒ってことは、こんな安い SSD でいいんじゃないのっていうことになるんです。そしたら、えっ、ー、と、今移動が終わったので、グランツーリスモ7、これを実行します。用意、ン。はい。で、起動にだたい10秒ぐらいかかるんですけど、これを 3.6GB ぐらいの SSD と、まあ 7GB 近い SSD とって、 この画面が出てくるまでのスピードを比べたんですけども一緒でした。でゲームプレイですね。肝心のゲームプレイ。この画面を出てからワールドマップを選んで、で、サーキットを選んでゲームが実際にプレイできるまでの時間も一緒でした。はい。だからその辺はぜひ前回の動画見てもらいたいのと、なんやったら今ちょっと 横で出せてたら出しときたいかなと思います。はい。こんな感じでね、追加の SSD で問題なくプレイすることができましたので、はい。まあ、作業自体、そんなに難しく感じなかったかもしれないんですけども、何よりやっぱり、あのー、SSD って熱を持つものなので、その辺を気をつけてもらいたいっていうのをね、ヒートシンクは絶対つけといた方がいいっていうのと、で、 早い SSD と遅い SSD の場合、遅い SSD の方が発熱は低いですから、個人的には遅いので、今のところ十分なんじゃないかなと思っております。あと気をつけないといけないのは、規格、Gen3 と Gen4、あの、第3世代と第4世代ですね、PCIe かけ、PCIe4 ですね、PCIe3 の方を買っちゃうと認識しないので、その辺だけは気をつけてください。はい。 どうだったでしょうか結構 SSD を取り付けてからトラブってる方とかいらっしゃるんですけど、大体影響してるのはマルチドライブなのかなと、このブルーレイのドライブなのかなと個人的には思っております。だからこの方向ですね。この縦の方向。もしくは、えっ、ー、と、こうか。こうなっている状態。これを、こうしちゃうと、ややこしいですけど、こうしちゃうと、こいつエラー吐くんですよ。で、起動しなくなるんですよ。 で起動一回起動しなくなってもう一回縦に戻しても動かなくなることがたまにあるみたいですだから電源入れる時は気をつけて方向を考えてやってくださいそうじゃないと失敗することが実はあるんですねであのジャンクでたまに売られているのは SSD の追加の時の失敗あとはこのドライブにまつわるエラーのものが 多いと認識しておりますはいということで本日は簡単ではありますが PS5 に SSD を追加してみました本日はこれにて終わりますウェダックスでしたバイバイチャンネル登録よろしくお願いしますどうだったでしょうか あの特にあの簡単だということで結構動画になってるんですけども結構慎重にやらないとね怖いですこの SSD の認識のエラーによって PS5 は正常に起動しなくなったりっていうのもあるみたいなのとあと電源の切り方ですね PS5 をしっかり電源切れなかったがためにあの内蔵ディスクがエラーを吐くようになってしまったりすると起動しなくなっちゃうんでまあ突然電源落ちても実はほとんどの場合は大丈夫なんですけど まあそれでもゼロではないので、電源を切る、えー、と数分置く、そしてコンセントを抜く、この前提が結構大事なのと、マルチドライブのディスクは抜いておく。で、テストで動作させる場合は、間違いなくこういう縦の状態にするか、えー、とこっちですね、この方向ね、こう水平に置くなら、ドライブが上に来る状態にしとかないと、エラーを吐くことがあります。 もちろん逆逆さまでも問題が起こることがあるのでこの方向は本当に気をつけてください私一回ね起動しなくなったんですよそれは何故かっていうとあのつけてこうあのつけた状態でコンセントつないで電源入れたら動かなくなったんですよでしばらく縦にしても動かなかったりしたんでその原因は何かなと思ったらマルチドライブを逆さまな状態で動かしたのが原因やったんですよそういうことがあるので本当にあの気をつけてねで 心配な人は、詳しい人、やったことがある人に作業してもらった方が実はいいです。パソコンの自作 PC やってる人とかは簡単に感じると思うんですけど、普段そういうことしてない人にとっては簡単とはいえ、トラブル可能性が意外と高いんじゃないかなと、個人的には思ってますので、気をつけてください。はい。ということで、本日は PlayStation 5に SSD 追加してみました。2回目終わります。ウェダックスでした。